はい、すいません。では配布やりましょうか。一回戦ブラックさんとそばさん。あれモンハンやってるブラックいるな。そばくんいるね。はい、ブラックマン試合。とりあえず決勝リーグ進出決めてるのが万事先行派出ないさんと記念参加さん。はい、何度も皆さん、この2人は中級者認定です。次からは初級者大会に出れません。まあ近いうちにあの中級者の大会やって、あの負け上がりであの初級者落ちっていう大会もやると思うんで、楽しみにしておいてください。大体のキャラが死ぬと思うんで、おー死ぬきた。リーダーの強みでもありますね、あのゲージ回収量。あのまじまじと見てると結構思うんですけど、めっちゃ増えてるんですよこのキャラのゲージ。勝利一発で 0.5 増えてますからね。全然バレてて、エレスダブルエリアル記念とグループよりは簡単っすね。読むんじゃね、読まない、寄らしたい、寄らしたい、寄らしたい。手段ブラック硬い、我慢する我慢する。読んでて体力リードはそばだが、もうこのゲームこのリードないようなもんですよ。なんとか止まるんだよ。あー済んだあの状況も無理。ガイちゃんピヨっちゃう。誰に？あーピヨるんじゃね？残した。しかし次ピヨると終わっちゃう。さあウニ発射してめっちゃ強い。さあ今の行動は多分ゲージを試さない行動だが、さあどうする難しいところ、エクシード。これでクティーダがダイブリード、そしてシューティングモード決心絶望。
鉄棒。何これどうすんの。あー読んでた。勝ったなブラック。じゃあ続きましてフェイトさんとセンさんお願いします。
はい、続きましてミネさんとみゆきさん。了解です。じゃあここからはですよね。じゃあ第2の実況ということで、私がかわいいな、ほんま。まあルイに比べたらね、天使こっちの方がまあ実況、はい、この組み合わせはまあ立ち回りもゲージ効率とかも不思議な有利だと思うけどね。ルティーラは最近ちょっと補正切り込みがだいぶやばいらしいんで、あれできるといけないんでだいぶランクが変わると思うんですよね。このコンボ、ただあのコンボ流しに、さあさあ壊したらグレードを簡単にね、ミサイル置いて日高レーマーを引いて、さあルティーラはやっぱゲージポイントのスピーラーの方が断然有利だね、これ。設置でめっちゃ回収できるから。体力は若干セリア有利。さあ、もう少しでスピーラーは、ゲージが来ました。コパンでも当たれば終わっちゃう。おお、できるできる、あれれ、かっこいいよこれ。あれはむずいですよ、ほんま。やったことないけど、さあゲージ状況はクティーラがバックスでセリアが日本半。まあクティーラの場合スーコンで死んじゃうね、これ。そう、あのね、画面外から出てくるとマジうざいよ、あれ、ほんま。さあ、ガースから、さあ、ウィップループでピヨっちゃった。さあ、FC で、まあ、次のバッターな。はい、お疲れ様でした。勝ったのは、ミネさん。第3試合が、ポポラマーマさんとユノテンさんでお願いします。1P がユノテンさんで、2P がポポラマーマさんですね。テリアブラボー。さあ、ユノテン君、はい、青太郎か。さあ、お前ら存分煽れ煽れ。さあ、ブラボー、テリア。まあ、ブラボー有利でしょ。てか、もう最近大阪ブラボーいないから寂しい。何それ、お前ら何やねん、スタンドかなんかか、お前ら。さあ、やばい、選択技になかった。はい、また一人増えた、この煽りが。さあ、やばい、ここから選択技見えた。小籠包の散歩でしょ、多分。さあ、ブラボーがもう少しで、もうゲージ砲になっちゃうよ。ハイエックスミサイルから、さあ、前線で打っていくわ。この音意外と前線借りがうまいね。あーと引き戻し出ず。さあ、前線で、まあこの一応まあブラボーは意外と熱いですよ。あーと超乱暴、最近ね、この二の点がね、立ち回りがだいぶ上手くなってきてはいるんだけど、コンボが残念なのね。
さあ気が付いたらもう体力逆転してるよこれ。さあおーと惜しい、いいダブルあるかな。さあ起きてね、当たる、あーっとコンボミス。さあそこで FC ロ、あカウンター惜しい、これはあかんて。さあカウンターそれも拾えず、あブラボー2ゲージあるから下がったら死んじゃうよ。さあこのまま押し切るか。さあ危ない、あー見ていいね、あおれ言うたらお前やろ。セリオの勝ちだね。さあ第2ラウンド、さあおっと異次元が逆に行く。さあ第2ラウンド、さあケーキを置いて、やっぱ中盤くらいはやっぱケリアが有利なのかな、飛び道具関係で、まあ、ケリアよく分かんないけど。さあ散歩はやっぱちょっと高すぎた。さあブレード3段から、さあ高成長当たらず、やっぱ高成長はね、やっぱ一部のキャラたくさん取られちゃうのがやっぱり痛いですね。あれゲージ解消は高いんだけど、さあバニアで、さあかわいいよこのキビヘリア、ほんとかわいいよ、本体よりだんだんかわいいよね。あれグラボーはゲージが光ってます。あー見つかった。さあここエクシーが下がったら終わっちゃう。なぜかジャブダイ、あれはちょっと心折れちゃうよね。ということで勝ったのはイノデさんですね。はい、じゃあ2回戦いきましょう、ブラックさんと、モルドさん、はい、ある意味予想通りでした。あのクソ早くやりて、さあなんかモルドフはすでに戦意が喪失してるよこれ。はい、じゃあ2回戦第1試合、ブラックのクティーロバーサスモルドフのケツコシジーパー、2人とも特殊あるんだから特殊でいくよ特殊。さあレバーが変わってモルドフは波動拳が出るのか、やばいモルドフがテンパってるよ。まあこのドリボードリバーさんと初夏、俺からしたらどうでもいい組み合わせや。さあブラックがウニを出しててゲージを食べる作業、さあハッカーで逃げてて、あーシーちゃんがシーちゃんがやばいねこれ、あーシーちゃんがうまいこと、あー操縦が、そうここ下段なんですよ、もう全然限界やね。さあ昇竜が出てちょっと遠かったね。まあこれねセットが近づいてしまえばもうワンチャン速攻で 殺しきれるから、あこれが暗証自体が安いですね。あれモルドフはもうゲージが1本半ある、ワンタンで殺しきれるよこれ。じゃあその近づくまでが本当にしんどい。あーギリス下がった、ババヘおー時間ギリギリ、まず1本取ったなモルドフ、いい勝負やなこれ。
さあ第2ラウンド、あテティーラゲージ的にはまあステップやすいテティーラがガン有利ですね。これさあ投げたらハンターからのさあ爆炎でダメージを取る、投げからこれ十分減りすぎやろ。あやばい、ヘッドキュンがピヨっちゃう、まあ、ピヨる前に死にそうやけど、あーカジキタルは当たらず、あここはもうクティーラはゲージを溜めつつがいいでしょう。さあ投げが通るも、さあ全然起きてめで、さあ弱いでタッチするから、さあ 2回目のクティーラ通って1キロ、さあこれは、はい DX 立ってるから、あーっとウォルトン、さあケジンレッド判定ですね。これこうなったらもうオーバーヒーターが解けるの待つしかない。さあこれでオーバーヒーターが解けたからゲージをためにいきたいところ、このゲージ状況でケットはしんどい本当に。さあただこれゲージがねえからな、なんかクラーシっていう声だけが。さあ時間は残り15カウント、さあこのままブラックが逃げ切るのか、あーっと、あーデブ、まあ遠かったからこの道不利でしょ。さあこれで1本取り返して1-1、ゲージ状況は若干ケットよりだね。ただステップのクティーラはほんますぐ倒れるからね、これ、うん、ただケットは2本あるから、クティーラやったら2本あるから十分消し込んじゃうね、これ、さあウニ VS 妹、まあ、ウニ有利ですよ、これは。ああ投げは通らず、そう、ああ2度目は投げが通って、ハッターからさあノーマルバックで2回目を取り付け、ああスッパキャンデブ、さあ EX2 でお茶を汚しつつ、なぜかハッターが漏れる。でここでドアンテのケシンさんが、ケットのゲージはマックスだから刺さればワンチャン、なんか勝利が取れて終わったかったのはブラックのクティーラ。はい、2回戦第2試合が、カラスさんとユノテンさんの試合ですね。カラスさん食べバーサステリア、なんやろ、カラスさん、カラスさんいらっしゃいますか、あれお帰りになった、もしかしてカラスさん、あれホカゲやってるか帰られたか、もしかして配布がちょっと飛び回しましょうか。はい、じゃあ次、ブラック VS ファイト